笑っていられるのか教えて。俺はどうしてこんな弱くて何にもなくて一人向かったハイウェイ。君はラウンジェル、僕はライダー、塔の上でも助け行くんだ。困った時は隣いるから、どんな時でも会いに行くから。なんて長い髪の君がもう愛おしくて、同じくらい好きでいて欲しくて。本当の君はどんな姿かな。コンコン、こここと、コン思い出を飛べ向こうの彼方、消えゆく君の背中を見て、自分に聞かせる終わったんだとはね。私に告白するなら早めにしておいた方がいいよ。私はとてもモテるので。君のこと、とにかく気になってる。ちょっと待って、たぶん好きだよって言葉にできずに、間違いなく愛してるにゃ、いつでもにゃ、あなたの帰りを待ってたにゃ、遅いよにゃ、遊ぼうにゃ、怒ってる時にはこうなくにゃ、愛してるにゃ、いつでもにゃ。このままじゃ終われない、そうだろう。僕らも書いて書いて迎えた今日を無駄にしないで、存分に走っていいだろう。カンナム店に来ました。めっちゃおしゃれ。クムで裸にレポしていきます。そしてそしてコーヒー発見したので飲んじゃいました。ここでメニューを選んでいくんだけど、したいメニュー相談したらすっごく丁寧に説明してくれるから分かりやすかった。清潔感もあってスタッフが親切、日本語で全部いけちゃう。見てめっちゃ綺麗じゃない。矢の下施術はこれ、その前に麻酔もしてもらったよ。最後はこれ、気持ちかった。これで肌がスベスベになりますように。
じゃん、こんなにも肌が綺麗になった、最高です。予約もできるから公式 LINE チェックしてね。バイバーイ。かかり、そして繋がり。